長のチャンネル。こんにちは、工場長です。今日はたまにリクエストでいただくお部屋紹介をしていきたいと思います。といっても私がいつも生活しているところはものすごく汚いので、このいつもお見せしている撮影だけに使っているお部屋の方の紹介をしたいと思います。本当に汚いんだよね。まあ、この部屋も結構汚いんですけど、まだマシな方なので、今日はこの部屋紹介していきます。でまずいつもこっちが背景になっております場所です。まあ、ここはもう多分見慣れてますよね。ピンクと白の縞模様の壁紙です。この壁紙そろそろ張り替えたいなって思っております。なんかちょっとうざいなみたいな、可愛いんだけどちょっとうるさいっていうのうざいじゃないね。まあそんな感じで、でまあこの棚もね汚いからそろそろ整理整頓しなきゃなって思ってるんだけど、めんどくさくてそしてその横、もうここ行くとね壁紙が途切れております。まあこの辺を見せないようになので、いつもこの辺りで完結する動画を撮っております。そしてこの横はカーテンです。まあ何の変哲もないカーテンです。でもこのカーテンは開けないですね。全く開けたことないかもしれない。全く開けないです。開けないです。でそんな感じで、そうくるっと回るといつも私が喋ってる方向ですね。こっち側になります。何があるかな？照明ですね。照明。あ、こっちには電子ピアノが置いてあります。で照明が2ついつも焚いて撮影してて、2つ照明焚いてます。で上の電気はつけずにいつも動画を撮っております。この照明赤っぽいからちょっと赤い光が入ってくるのが個人的に嫌で、この照明2人に頑張ってもらってます。 あとねこの照明っていうか、なんか違うもの紹介になってる、このねライトがね地味に役に立つんですよ。この2つはねもちろん主に活躍しているライトなんですけど、この子がねなんて説明すればいいんだろう、まあ、説明しなくてもいいんですけど、この子ちっちゃいライトなんですけど、私いつも手元をよく撮るので、手元こうやって手元を撮るじゃないですか。で微妙にね手が暗くなるんですよ。その時にこのライトをオンしてうまいぐらいに、そうすると手がねこうなんだ。まあこれは私のどうでもいいこだわりなんで、そんな感じです。このライトはでもねとにかくちっちゃいんですけど優秀で、私お気に入りで使ってます。そしてこの三脚ね私壊れてね、本当は2カメで撮るときこの三脚使ってたんですけど、この三脚壊れちゃったんで、鏡かけたらなんかいい感じに自分の映ってる姿が見えるようになるので、あこれいいと思ってこの鏡活用しております。そんぐらいで特に何も紹介するものがない部屋なんですけど、いつも見えてない角度を今日はちょっと紹介してみました。こんな感じですねお部屋全体的には。でこの照明は一応クッキングシート挟んで、光が結構ね強いんですよね外すと。でもこれがないとねダメですね。で、あここのピアノの下にはミシンがあったり、読んだお手紙、読み終わったお手紙もここに今ありますね。で転がってるカメラがある、これお借りしたものなんですけど GH5、 いやー一眼ね使いたいなと思って借りてみてるんですけど、難しくて使い方が全然使いこなせないでおります。でこの私がいつも使っている三脚、これにつけると、まあいつものアングルかな、いつもこんな感じだっけ、こんぐらいだよね、このようになります。ちょっと暗いかも、これ飛びすぎかな。あーなんかねこのライトの加減が私すっごく下手なんですよ。だからあんまりね結構本当日によって顔の色が全然違うと思うんですけど、まあ、こんなもんかな。これどうだろう、コンタクトもメガネもしてないんで自分の写ってる姿が全く見えないんだよね。
で、このライトがね、そう、このライトがね結構こういう時も役に立って、私後ろに炊くのも好きで、結構この子をねグイッと曲げて、グイッと曲げて、多分曲げすぎたら本当は良くないんですけど、これをねここにクッとクッと置くだけでね、ちょっと立体感が生まれる。わかんないかな、ちょっと違うんですよそんな感じで今日はゆるく私の設営部屋紹介してみました。うん、多分何のためにはなかったと思うけど、いつも私が見ている風景をちょっとね今回は皆さんに共有してみましたので、次回から、あ、今日も壁に喋ってるなと思いながら見てくれれば嬉しいです。そんな感じで今日はこれで終わりたいと思います。いつもコメントをくれてる皆さんありがとうございます。そしてグッドボタンもくれてる皆さんありがとうございます。今日はこれで終わります。バイバーイ。